で外に。本当だ。すごいなんかゲルみたいじゃない？そうそうそう。ホルツハウゼンっていうスイスの積み方で。へえー。でこれが出てきた幼虫。いる？うわーでかっ。ほら。すごい。これがカミキリムシの幼虫。ってやつだね。最近流行りの。なんか美味しいらしい、ね。美味しいらしいよね。なんか。見た目はあれだけど。そう。魚だ。なにこれ、おがくずじゃん。お前ふざけんなよ。全然そういう気分じゃなかったのに。お前がずっと食べたがってたカミキリムシの幼虫だぞ。全然そんなテンションじゃないんだよ。今までで一番お前のこと嫌いだわ。まあ美味しいって言うよね。すごいな、血が連れ触るよ、すごい。今切り替えてんの。必死に徐々に。なるほどね。まあ、今の感想は普通に嫌だ。心外だな。俺がやんの？どこだよ、俺撮影係になっちゃってるからさ。別に変わるよ。こういうのちょうだい。どうも。あー、もういい感じですね。できたと言って過言じゃないでしょう。いただきますね、じゃあ。おー、すごい。偉いな。うわ、すごうまい。すごい、お前そんなガツガツいくタイプじゃないのに。いやでもこれは見た目が全然美味しそうだから食える。なんかセミより口の中に残んないし。あ、俺辛ないからね。上位互換出ちゃったわ、セミの。あ、マジで。エビとトウモロコシの中間みたいな味するわ。ジルか。ジルが出る食い物嫌いやわ。わお。なるほどね。なんかちょっと食べなじみのある味がいるな。味の既視感がある。味の既視感ある。でもまあうまいいな。セミの幼虫よりもこっちの方が料理の違いはありそう。確かに何にでも使えると思う。まあ幼虫適当言うなよお前。何もつけない方がさ分かったんじゃん。こんな友情いらない。焼き鳥食ってるみたいじゃん。味はいいよ。うん、もう慣れないよね、見た目はこれは。いい、最後でっかいの俺もらっちゃったよ。あ、どうぞ。まあ、確かに虫の中じゃ今のところ一番かもな。